クロモズガラスは、フエガラス科に属する鳥類の一種。オーストラリア北部及び北東部、インドネシア、パプアニューギニアに分布する。生息地は、亜熱帯、または熱帯の乾燥林、湿性低地林、マングローブ林である。くちばしは、青灰色で先が黒く、くちばし端は、鍵状。全長33から44センチメートル。亜種による大きさの違いがあり、 アーネムランドやヨークミサキ半島の足は42から44センチメートルと大きく、クイーンズランド東部の足は33の38センチメートルと小さい。全身光沢のある黒色で私有同色であるが、オスの方が大きい。くちばしは大きくて青灰色で先が黒く、先端が鍵状に曲がる。足は黒灰色。ュ シ級キュール・フェセンズの幼鳥や若鳥は、上面が島のある赤褐色で、下面は細かい黒帯のある単光褐色であり、成長で全身黒色になる。タウリン、季節風林、沿岸低木林、マングローブ林などに生息し、木のよく茂った公園、庭園にも見られる。単独、がいまたは家族群で行動し、タウリンやマングローブ林で昆虫や トカゲ、果実などを採示する。10から1月に繁殖する。およそ6メートルの高さに映像し、木の枝や小枝による粗雑な巣に3から4個の卵を産む。鳴き声は多様で、地鳴きは、クワエンクワと大きな声で鳴く。ありがとうございます。